ウクライナ支援の弱体化、プーチン氏に侵攻継続を促す、外相ドイツのベアボック外相は4日、西側諸国に対し、ウクライナがロシアの侵攻に対抗できるよう、兵器の供与を継続するよう呼びかけた。ベアボック氏は、ウクライナ政府への支援が弱まることは、ロシアのプーチン大統領に対して、侵攻の継続を促すことにつながるとの見方を示した。ベアボック氏は ポルトガルの首都リスボンで行われた記者会見で、ウクライナへの支援が弱まる兆候はすべて、プーチン氏に対して、侵攻の継続を促すことにつながると述べた。ベアボック氏は、我々は、この戦争をウクライナの勝利で終わらせたいと考えているため、ウクライナの市民と民間のインフラを守るためには、どうすればより良い支援が行えるのか、繰り返し自問自答しなければならないと述べた。 ベアボック氏は、ウクライナに対して、防空システムの供与を継続することは必須だと強調した。ベアボック氏は、こうした供与は、復興に向けた継続的な資金援助や、エネルギーや暖房、水の供給を再開するための資材の供給と合わせて行うことになると言及、これ以上の破壊を食い止めながら実施するとの見通しを示した。西側には打ち落とせない。 プーチンが極超音速ミサイル、チルコンを実戦配備開発競争でアメリカに先んじ西側のいかなる対空システムも破れるとプーチンが豪語するチルコン搭載艦が地中海に向かったウクライナ侵攻の終わりはますます遠いロシアのウラジーミル・プーチン大統領は4日核弾頭搭載可能な極超音速巡航ミサイルチルコンを搭載したフリゲート艦 アドミラル・ゴルシコフを実戦配備したと発表、他の国にはチルコンと肩を並べるような兵器はないと述べた。ロシアのセルゲイ・ショイグ国防相は、プーチンとのビデオ会議で、アドミラル・ゴルシコフは大西洋からインド洋、そして地中海に至る航海に出たと述べた。同艦は海と陸上のどちらにいる敵にも、ピンポイントで強力な攻撃を行うことができ。 実戦配備は大きな意味を持つとロシア高官らは言うプーチンは軍の幹部らに対しチルコンは他に類を見ない最強兵器だとねぎらった世界のいかなる国にもチルコンと同じようなものは存在しないとプーチンは述べた非常に強力な兵器でロシアを外部の脅威から確実に守るとともに国益を守る役に立つと確信しているチルコンの配備はロシアが ウクライナ侵攻を終わらせる気がないことを示している開始から1年近く侵攻は世界各国の指導者から非難を浴びてきたさまざまな環境条件での演習を予定ショイグは4日チルコンについていかなる先進的な近代防空対ミサイルシステムをも出し抜くことができるのは間違いないと述べた一方でショイグはアドミラルゴルシコフの航海の主な目的は ロシアへの脅威に対抗するとともに、友好国とともに、地域の平和と安定を維持することだとも述べた。ショイグはまた、同艦の乗組員は、さまざまな環境条件における、長距離巡航ミサイルや、極超音速兵器の演習を行うだろうと述べた。米フォックスニュースによれば、同艦の実戦配備に先立つ数ヶ月前、ロシア国防省は、チルコンの発射実験成功を発表している。 この時のチルコンの飛翔距離は約 1000km だったという。一方、ロシアの独立系ニュースサイトのメデューサは、チルコンについて、対艦極超音速ミサイルで、最高時速はマッハ9、音速の9倍を超えると伝えている。西側の既存の兵器では、探知、追尾、迎撃は困難だという。プーチンは昨年、アドミラル・ゴルシコフが、 ロシア海軍初のチルコン搭載艦になると明らかにしていた。プーチンは、極超音速兵器の開発競争において、ロシアはアメリカを凌駕したと述べるとともに、チルコンの開発は、西側の脅威に対応したものだと主張した、とメデューサは伝えている。伝えられるところでは、ロシアは他にも、ミサイルの性能試験も行っている。FOX ニュースによれば、核弾頭の搭載も可能な大型 ICBM。 大陸間弾道ミササイイル、サルマートのの試験発射もその一例だ。ウクライナ、対ロシア3月大攻勢の狙い不可欠な西側の支援冬の凍結から解放歩兵戦車航空機の総合戦闘力揃う後期渡辺氏戦況は新局面を迎えるのかウクライナ国防省のブダノフ情報局長は4日までに ロシアに対する大規模な反攻を春に計画していることを明らかにしたロシア軍の兵力枯渇が指摘される中ウクライナは西側諸国の軍事支援など連携も強化する3月大攻勢の狙いは何か戦闘が3月に最も激しくなると米 ABC ニュースのインタビューに語ったブダノフ氏大規模攻撃についてこの時こそ領土解放と ロシアに最終的な敗北をもたらすとし、南部、クリミアから東部、ドンバスまで、ウクライナ全土を通して起こるだろうと述べた。元陸上自衛隊東部方面総監の渡辺義和氏は、3月は、戦車などの装甲戦力を動かすにあたり、凍結した地面がぬかるまないギリギリの時期だ、歩兵、戦車、航空機などの総合戦闘力が揃うタイミングを見据えたものだろう。 すべての前線で対応する戦力はないためロシア軍の弱点である南部ザポロジエ州やヘルソン州で攻勢に出ると考えられると解説するブダノフ氏はまたウクライナ国境から離れたロシア領土内へのさらなる攻撃も示唆した昨年12月にはロシア南部の空軍基地などがドローンで攻撃を受けている渡辺氏はこれまでのロシア領内での攻撃も 背後にウクライナの存在が想定される、今後も軍事目標に限定し、第1戦と後方を同時攻撃する、重心攻撃として続けるだろうと見る。フランス大統領府は、マクロン大統領が、ウクライナのゼレンスキー大統領と4日に電話会談し、装輪装甲車を提供すると伝えたと発表した、欧米製の戦闘車両がウクライナに送られるのは初めてだという。 渡辺氏はロシア軍は徐々に弾薬や榴弾砲、戦車などが枯渇しつつある、ウクライナ軍も戦力は十分ではないが、相対的な戦闘力では凌駕していると分析した上で、今後の戦局を左右するのは、西側の軍事支援だと指摘する、西側諸国はクリミアを攻撃できる長射程の砲弾やミサイルのほか、戦車などを惜しまず、3月の攻勢に間に合うよう、 今すぐ支援すべきだバフムート町の6割以上破壊ウクライナ当局者ロシア軍がウクライナ東部ドネツク州のバフムートへの進軍を試みる中同市は現時点で60%以上破壊された状態にあるウクライナの当局者が4日に明らかにしたドネツク州の軍政トップパブロ・キリレンコ氏は 市内で同日、砲撃のため、民間人2人が死亡したと述べた、また、国内のテレビ放送で、バフムートに侵入しようとするロシア軍の試みは、すべて失敗しており、進軍しても元の陣地に押し戻されていると強調、多大な人的損失が出ていることも示唆した。バフムートは1300キロに及ぶウクライナの前線で 最も激しい戦闘が繰り広げられている箇所とされるロシア軍の前進を受けて荒廃した街の姿はウクライナの抵抗の象徴となり猛攻にさらされながら依然として持ちこたえているゼレンスキー大統領は先月の演説でバフムートに言及昨年は7万人の人口を抱えていたが今はわずかな数の市民しか残っていないと指摘したその上で同志をめぐる戦闘が ウクライナの独立と自由をかけた戦争の悲劇的な物語を変えることになると主張した。